フランス民主連合は、かつて存在した、フランスの中道派政党である。略称は UDF。1978年に、当時フランスの大統領であった、バレリー・ジスカールデスタンを支持する選挙連合として、発足した。したがって、結成時は、緩やかな政党連合であったが、次第に単一政党としての性格を強めていくことになる。透名は、 ジスカールデスタンの著書デモクリシーフランセーズに由来する。2007年にその歴史に幕を下ろし、民主運動と新中道に分裂した。最後の党首フランソワ・アバイルが民主運動の創設者であることから、民主運動が後継政党とみなされる。しかし、上院では未だ30名の議員が UDF に席を置いている。UDF の結成は、非。 ド・ゴール派の中道派勢力を急合することを目的としていた。ジスカールデスタンは、ジャック・シラク率いるド・ゴール派の支援を取り付けて、大統領選挙に勝利を収め、就任後はシラクを首相に任命して、ド・ゴール派との協力のもとに政権を維持してきた。しかし、シラクとの関係が悪化すると、独自の支持基盤を強化する必要に迫られ、自身が党首を務めていた、保守政党、 共和党を中心として、諸政党を結集し、UDF を成立させた。UDF に参加した政党には、前述の共和党、キリスト教民主主義に立脚する社会民主中道派、左派の離脱により中道内し中道配慮の強まった、旧神党の三つの主要政党に加えて、中道左派の社会民主党、展望と現実クラブなどの中道諸勢力が挙げられる。このように、 元来は異なる政党が連合して形成された政党であったため、右派から中道左派に至る様々な勢力を党内に包含していた。しかし、一般的には、非ドゴール派、非左翼の中道、中道右派政党として位置づけられ、ミッテラン政権以降議会では長らくドゴール主義、政党共和国連合のジュニアパートナーの地位にあった。なお、 フランスの右派勢力の歴史に関する研究で知られるルネレモンによれば UDF はオルレアニストの伝統を継承する政党とされる。1998年にはかつての共和党の流れを組む議員の一部が自由民主党を結成して離党。さらにドゴール派と非ドゴール派の垣根を超えた中道右派勢力の結集を目指して2002年に国民運動連合が結成されると 創設者であるジスカールデスタンを含む多数の政治家ガンプに移籍した。その結果、UDF はフランス・ワ・バイルの下に中道色を強め、社会自由主義政党として位置づけられるようになった。さらに、2007年大統領選挙での検討を受け、バイルは中道勢力の結集を図るべく民主運動を結成し、UDF の発展的解消を表明した。これに反発した。 UDF 所属議員の多数は、大統領ニコラサルコジへの支持を打ち出して、新中道を結成。UDF は分裂し、事実上消滅した。1974年の大統領選挙に当選した、バレリー・ジスカールデスタンは、第5共和制成立以来初めて非、ドコール派から選出された大統領であった。ジスカールデスタンが当選した背景には、当時最大政党であった。 ゴーリスト政党、共和国民主連合の分裂があった。ユーアからは、ジャック・シャバン・デルマスが、大統領候補となっていたが、シャバン・デルマスに反対するジャック・シラクを中心としたユーアの一部は、ジスカール・デスタン支持に回った。このド・ゴール派の一部からの支持を受けて、ジスカール・デスタンは、第1回投票で、シャバン・デルマスを上回り、フランソワ・ミッテランに次ぐ2位の座を確保して、 決戦投票に進出することが可能となった。さらに、右派を結集することに成功したジスカールデスタンは、決戦投票でミッテランを破り当選を果たした。こうした経緯もあり、ジスカールデスタンは、選挙後ユーアの主導権を握ったシラクを首相に任命した。当時ジスカールデスタンの支持基盤であった共和党は、定数490の会員で73議席を、要する、 相対的に小さな勢力でしかなかった。そこで、院内最大勢力であった、ユーアと連携することで、多数派形成を図った。また、この連携は、自然なものと思われた。ジスカールデスタン自身、ゴーリスト政党の外にいながらドゴール、ポンピドゥーの両政権では、与党陣営に組みし、9年間にわたって、財務、経済閣僚を歴任してきた、経験の持ち主であるからだ。 だが、ジスカールデスタンとシラクの連携は、早い時期に破綻を起きたすこととなる。先進自由主義と継続の中の変化を掲げるジスカールデスタンが、ゴーリスムに基づく従来の政策の転換を図ったことは、両者の関係悪化の一因となった。ドコール派と比べ、ジスカールデスタンは、社会政策において、より融和的、寛容で穏健な路線を施行した。例えば、 1975年には、米予報を成立させ、妊娠中絶を合法化した。さらに同年、離婚に関する規制を緩和した。経済政策では、国家の市場への介入と計画を主張する、ドコール派とは、対照的に、統制の廃止、規制緩和や自由化を打ち出し、国家の経済への介入を減らして、市場をより重視する方針を取った。また、地方文献を推進し、 中央政府の近代化と権限の抑制を図った。外交政策においては、欧州統合に会議的、消極的であった以前の政権の姿勢を転換し、欧州統合を積極的に推進する立場にコミットした。加えて、従来に比べてアメリカとの協調、西側諸国との連帯を重視する路線を歩んだ。このような政策上の路線対立や、 インフレ率と失業率の上昇への対処に失敗した結果、1976年、シラクは首相を辞任した。これを受けて、ジスカールデスタンは経済学者であったレーモンバールを首相に迎えた。一方辞任したシラクは、ユーアを改組した上で、ネオゴーリスト政党共和国連合を結成し、総裁に就任。この結果、党内での影響力をさらに強める結果となった。 シラク率いる RPR は、大統領を支持する、与党陣営にとどまるものの、ジスカールデスタント・バールの姿勢に批判を強め、院内最大勢力であることを利用して、政権を揺さぶる戦略を取ることとなる。ジスカールデスタン派と、シラクラネオゴーリストとの対立はさらに激化し、1978年には、ジスカールデスタンが、フランス政界は4つの勢力、すなわちネオゴーリスト、 自分の支持者、社会党、共産党に分割されていると発言する状況に至る。これは大統領自ら自分を支持する与党が分裂していることを認める結果となった。このような状況下で、右派与党内に RPR に対抗し得る勢力を作り、政権の基盤を強めるべく、非ド・ゴール派を結集して1978年の会議員選挙前に創設されたのが、 フランス民主連合である。しかし、UDF の結成は期待したほどの効果を生まなかった。まず、結成直後に行われた会員議員選挙で UDF は最大勢力になれなかった。RPR を含めたウハイオ島全体では勝利を収め、過半数を確保したものの、UDF 自体は RPR に及ばず、第二政党に甘んじた。また、 UDF は諸政党の連合であったため、党内の結束が弱く、UDF に参加した旧政党の名簿化政党としての性格を色濃く受け継いだため、後半な層から党員を集め強力な組織を作ることも困難であった。結局、UDF を大統領を支え RPR に対抗する強力な政党に発展させるクワガテは不守備に終わることとなった。このことから、 RPR を率いるシラクは、ジスカールデスタンに対し有利な立場に立ち、さらに政権に揺さぶりをかけることになる。各して選挙後には、両者の関係は抜き差しならぬところまで悪化し、分裂状態は、ジスカールデスタンの人気中続いた。シラクは、政権の親欧州統合、市場重視の政策を公然と批判し、1978年12月に出した。 コッシャン宣言では UDF を外国の政党と呼びさえした。1981年の大統領選挙で、シラクはついにジスカールデスタンに反旗を翻して立候補を表明する。シラクは第一回投票で敗退したものの、ジスカールデスタンは決戦投票でフランスワ・ミッテランに敗れ、再選に失敗した。続く、会員議員選挙でも右派は敗退し、 ジスカールデスタン政権期の右派の分裂が一因となって右派は完全に政権を失う結果となった。1981年の選挙の後、UDF と RPR の両党は和解し共闘関係の構築を図る。両党の接近の背景には RPR の政策転換、従来のゴーリスムに基づくドクトリンの放棄があった。RPR は欧州統合問題と 市場重視の経済政策に関して UDF と近い立場に立つようになり、両者の政策的な距離は縮小したのである。1984年の欧州議会選挙において UDF と RPR は同一の候補者リストを作成し、選挙に臨んだ。しかし共闘関係の一方で RPR の総裁であるジャック・シラクと UDF の事実上のリーダーであったレイモン・バールは、 右派陣営のリーダーシップと主導権をめぐって競うことになる。1986年の会議員選挙では UDF と RPR などからなる右派陣営が勝利を収め、大統領と異なる陣営が議会の多数派となる事態が生じた。当時の大統領フランソワ・ミッテランは右派のリーダーであるシラクとバールのいずれかを首相に任命することで事態の収拾を図った。 これに対して UDF のバールは拒否の姿勢を示し、ミッテランが辞任しない限り新しい議会の多数派は政権につくべきではないと主張した。他方、シラクはコアビタシオンを受け入れ、ミッテランにより首相に任命される。この過程で UDF のうちにはフランソワ・レオタール率いる共和党などのようにバールの強硬姿勢に反発し、シラクを支持する者も現れた。 結局、UDF は、白区内閣を支持することに決め、数名の閣僚を送り込んだ。1980年代の UDF を率いてきたバールであったが、1986年の選挙後の経緯を見ても明らかなように、UDF をまとめ強化することには成功しなかった。このことが、如実に現れたのは、1988年の大統領選挙であった。バールは、 この選挙における UDF の候補者であったが UDF 所属議員の一致した指示を取り付けられなかった。UDF の一部は同じ右派の候補である白陣営に流れ創設者のジスカールデスさんもバールと白クのどちらを支持するのか公式にははっきりと明らかにせず日和み的な態度をとった。バールは第1回投票で3位に終わり決選投票ではラクを支持して 自分の支持者にも、シラクへの投票を呼びかけた。それにもかかわらず、決選投票でシラクは、現職のミッテラに敗れ、続く、下院議員選挙でも左派に多数派を脱回された。その後、首相に就任したのは、社会党のミシェル・ロカールであったが、彼は、中道派及び、中道右派にも、内閣への参加を呼びかけ、閣僚ポストの門戸を開いた。UDF の一部は、 中道志向の強い者を中心に、これに呼応し、4人が、ロカール内閣に入閣した。さらに UDF の別の一部は、中道連合と称する院内会派を結成し、議案に応じて、右派と投票行動を共にすることもあれば、社会党に賛同することもあるという是々非の態度を、取った。このように、バーールの下で、UDF は、分裂傾向を強め、彼のリーダーシップは、 失敗に終わった。その理由の一つとして、UDF を構成する政党間の路線の違いが改善されず、結成以前の各政党の立場が結成後も保存されたことが挙げられる。構成政党の中で最大の勢力を誇る共和党は自由主義的な保守派とも言える立場にあった。このため、r p r との右派連合を推進する立場にあり、 シラク内閣では一連の経済政策を遂行する上で大きな役割を果たした。他方、もう一つの大勢力である社会民主中道派は社会自由主義の傾向を有しており、より中道志向でメンバーの中にはロカール内閣に参加した者もいた。この共和党を軸とした保守派グループと CDS を軸とした中道派グループの路線の違いは、 のちのちまで大きな影を落とすことになる。ところで、バールの失敗はジスカールデスタンを利した。1988年に、ジスカールデスタンは UDF の当主となり、名実ともにリーダーの地位に返り咲いた。しかし一方で、UDF だけでなく RPR を含めた、右派陣営では、革新者と呼ばれる新しい世代が台頭しつつあり、ジスカールデスタンやバール、 シラクといった既存の指導者に挑戦を挑んだ。彼らは1988年の右派の敗北は既存のリーダーの責任であると主張し世代交代を訴えたのだ。1991年にミシェル・ロカールが首相を辞任すると UDF の閣僚たちは政権を去った。この結果 UDF は再び団結して RPR と共に社会党政権に対峙した。この頃、 社会党政権は、経済危機やスキャンダルさらに内紛により、弱体化していた。1993年の会議員選挙では、RPR と UDF からなる右派連合、フランスのための連合が対象を収め、再び多数派の地位に返り咲いた。選挙後、RPR のエドアル・バラデュールが、首相に任命されたが、バラデュール内閣では、22の首相を除く。 閣僚ポストのうち10ポストに UDF の政治家が起用された。1995年には右派陣営が政党の枠を超えて分裂することになる。この年の大統領選挙には RPR からシラクとバラデュールの2名が立候補し、右派陣営はシラク派とバラデュール派に2分された。UDF の大半の議員はバラデュール内閣の閣僚を中心にバラデュールを支持したが、 ジスカールデスタンを含む一部はシラクを支持した。UDF のシラク支持派には、アラン・マドランや展望と、現実クラブが含まれる。大統領選挙で、シラクが勝利し、シラク政権が誕生。アラン・ジュッペが首相に任命されると、バラデュール支持派は礼遇された。しかし、UDF は RPR への協力を続け、マドランが、経済、財政省に就任するなど、 シラク支持派を中心に11人が入閣を果たす。1996年には、ジスカール・デスタンが党首を退き、かつての革新者、フランソワ・レオタールが公認となった。1997年の会員議員選挙で右派が敗退したことをきっかけに、UDF は重大な危機に陥った。まず、党内の中道派が勢力の結集を図り、c d s と、 社会民主党を中心にフランスを暴いるをリーダーとして民主勢力を結成した。他方、リベラル、保守派も1995年以来の白派バラデュール派の対立の解消に努め、展望と現実クラブの後継政党フランス民主国民党からジャンピエール・ラファランラ一部議員が共和党に合流して自由民主党が誕生した。DL は、 UDF に止まりながらも自立性を高める戦略を取るが、やがて FD との路線の違いは明白になる。1998年 DL の大半の議員は UDF を離党し独立した。直接のきっかけとなったのは UDF から当選した4人の地域県評議会の議長が極右政党国民戦線から支援を受けていたことへの対処をめぐる問題であった。 中道派は彼らの除名を主張したが、DL 側は除名に関しては躊躇しこれを拒否したのである。この分裂と地方選挙での敗北の責任を取って、フランソワ・レオタールは当主を辞任した。ところで、リベラル、保守派の中で UDF からの離党を拒んだレオタールら一部議員は、独立共和自由派を結成して、UDF に残留した。DL の離党後、FD プリルが合併して、 UDF が改めて単一政党として発足した。少数の議員から構成される旧新党と PPDF が新党内で自律的な団体として残留したため完全な単一政党とはならなかったが2大勢力の合併で UDF は結成20年にしてようやく単一政党としての道を歩み始めた。前年の DL の分派で中道派が優勢となったため 当然の帰結として、バイルが新しい UDF の当初に就任した。バイルは、この後、UDF の独立した、中道政党への転換を試みる。2002年の大統領選挙では、バイル自らが立候補するも、UDF の一部は、現職の白く支持に回り、また、第1回投票での得票率も6.8%と、振るわなかった。 選挙後、6月の下院議員選挙に向けて、中道右派を結集して、統一保守党を設立する計画が動き始める。まず、大統領多数派連合のラベルの下に選挙連合を形成し、11月には国民運動連合として、計画は結実した。バイルは、この統一右派政党への参加を拒否したが、UDF の多くの議員は、うップの結成に参加した。 中でも旧進党や PPDF は政党ごとんぷに移り、さらに参加者の中には、キュープリル出身者など、リベラル、保守派だけではなく、フィリップ・ドスト・ブラジラ QFD 出身議員も相当、数含まれており、バイルはやや孤立した形になった。こうした経緯を経たにもかかわらず、UDF は選挙を発足したラファラン内閣を支持し、閣僚を送り込んだ。 だが UDF は次第に政権に批判的になり2004年には閣外協力に転じてジルド・ロビアンを除いて UDF 出身の閣僚は辞任するその一方で UDF はムップとの協力関係自体は維持して多数派に止まり左派政党からなる野党には転じなかったこの年 UDF はイタリアの政党マルゲリータと共に新しい欧州規模の政党を 欧州民主党を設立した。これは従来キリスト教民主主義を代表してきた欧州人民党に飽きたらない中道派及び中道志向のキリスト教民主主義者のための政党を意図したものであった。これは一方で1998年から2002年にかけて党内の保守派、キリスト教民主主義者の大半が離党した結果 UDF は社会自由主義の傾向を持った。 中道政党へと変化したことを示している。しかし、政策に関して、党内の同質性は高まったものの、今度は、他の政党を、とりわけ、うップとの距離の取り方に関する対立が正規することとなった。党首のバイルが、ムップからは距離を置いた独立した中道政党を志向する一方、ロビアンは、ムップとの強いつながりと連携を主張した。議員の間では、 ロビアンの主張する、んプとの協力路線への支持が優勢であった。これは、UDF の議員が、んプとの選挙協力を背景に当選を果たしてきている、ことに由来する。対して、バイルの独立路線は、一般党員や支持者の間で強く選考された。世論調査によれば、2006年のリオン、市会議員選挙で UDF に投票した91%の有権者が、 独立路線を支持した。これは UDF が保守政党と社会民主主義政党との間でバランスを図る社会自由主義政党に脱皮することへの期待を背景としている。2006年5月16日、党首フランスアバイルと UDF に所属する他の10人の会議員は野党社会党により提出されたドミニクド・ドビルパン内閣への対人勧告の動議に対し、 賛成に回った。この道義は、いわゆるクリアストリーム事件の発覚に伴い、提出されたものである。この道義は多数派を構成するんぷの反対で、通過しなかったが、この後、バイルと道義に賛成した、UDF 議員はメディアによって野党に分類されるようになる。しかし、バイル自身は、与党でも野党でもないという立場に立って、メディアによる分類に抗議したため、 メディアの側でも、バイルらを、第三勢力として、扱うようになった。2007年、バイルは再び大統領選挙に立候補する。この選挙では、ムップのニコラ・サルコジと社会党のセゴレーヌ・ロワイヤルが、花々しい対立を繰り広げるが、両者のいずれにも組みしない、第三極を主張する、バイルは、その恩恵で安定した姿勢が一定の支持を受ける。サルコジ、ロワイヤルの、 両候補に飽きたらない中間層を取り込んだバイルは一時密度萌えの戦いと評される状況を作り第1回投票でも18.57%の票を獲得して大検討を見せた自ら推進した中道路線が選挙において成果を上げたことを受けてバイルはすでに一定の歴史とイメージを持つ UDF を解消して新しい中道政党を創設し 中道勢力の結集をむくろむことになる。4月、下院議員選挙を前に、バイルは、新党民主運動の結成を提案する。だが、この提案は、UDF 所属議員からは、強い反発を受け、UDF を再度分裂に導くことになる。5月10日に、民主運動は発足するが、大半の議員は、これに参加せず、UDF を離党して、新中道を、結成。 さらに大統領ニコラサルコジに対する支持を表明した。6月の会員議員選挙で民主運動は3議席しか獲得できず、22議席獲得した新中道と明暗が分かれる。しかし、得票率では民主運動が7.6%を獲得したのに対し、新中道の得票率は2.4%に止まった。同年11月30日に、 UDF は事実上解散し、バイル率いる民主運動が後継政党となった。なお、上院において30名の議員が UDF に席を置いているため、UDF は公式にはまだ存続している。しかし、上院の改善等により2010年までに消滅する予定である。共和党は1962年に発足した独立共和派を中心とし、 中小の政党を吸収して1977年に誕生した政党である。掲げる政策はドゴール派に比べて融和的で、内政的には社会保障の充実や自由経済の推進、外交的には対ヨーロッパ協調、対米協調を基調とする。かつて所属した UDF 内部の諸政党の中では最も急進自由主義的であり、第一次コアビタシオンの時には、 ジャック・シラク首相が国防省に推薦したフランソワ・レオタール共和党党首がフランソワ・ミッテラン大統領に拒否され格下の文化賞に変更させられたこともあった。社会民主中道派は1966年に誕生した民主中道派と1969年に誕生した民主進歩中道派が1976年に合併して誕生した政党である。透明から 社会民主主義政党を連想するがそうではなく、むしろキリスト教民主主義に近い。正式名称は、共和主義求進派、求進社会党、求進社会党とも呼ばれる。1901年にジョルジュ・クレマン僧によって決闘された中道政党である。第三共和政下では、中心的な政党として君臨した。戦後の第四共和政下では、 勢力が著しく交代し、さらに第五共和政下で左右両派への二極化が進むと、旧新党内部でも左右両派の対立が激化。1971年に左派が旧新党を離党した。この選挙では、ポンピドゥ政権の与党からジスカールデスタントバン、デルマスの二人に、元首相のエドガールフォールを加えた三人が立候補に意欲を示していた。 そこで乱立による敗北を恐れる与党は、当時の首相ピエール・メスメルを中心に、候補者調整を図った。フォールはこの過程で立候補を断念し、候補者は、シャバン・デルマスとジスカール・デスタンの2名に絞られた。ジスカール・デスタンは前日のように、ド・ゴール派とは一線を画する政治家であり、一方のシャバン・デルマスは、ド・ゴール派ではあるが首相時代の革新的な政策や、 ポンピル大統領との緊張関係からど、ゴール派内にはポンピル側近を中心に彼に反発を覚える者も,も多かった。そのため与党内で広いコンセンサスを得られる候補者は不在であり、調整は難航した。当時内務大臣でポンピル側近でもあったシラクは調整の中心人物であったが、シャバンデルマスが正式に立候補を表明すると、 他のポンピドゥ側近を中心とした42名と、共に43人の声明を表した。この中で、シラクラは、与党の混乱の責任を、シャバンデルマスに返し、また、ジスカールデスタンの方が、左派統一候補ミッテランに勝つ、可能性が高いとして事実上ジスカールデスタン支持を表明した。構想自体は1980年代から存在した。一部の政治家、 例えば、エドアルバラデュールは80年代の早い段階から、右派の統一政党の必要性に言及してきた。ありがとうございます。